はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の支守シリーズの第5弾をお送りします。で、いつも5問なんですけど、ちょっと入らなくて今回4問やっていきます。なので、まずここで1回動画を止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後にちょっとわかんないのとか不安なのがあれば、今からね、自分が解いていきますんで聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、いつも通りちょっと画面下げますのでお待ちください。いくよ、よいしょ、ほっ、あ、行き過ぎた、この辺でいいかな。よし、じゃあやっていきましょう。で、いつも通りね、問題文外してしまうので、まあツイッターの方にもこれ貼ってるんでね、使うようだったらぜひね、チェックしてみてください。では1番がまず電気じゃないや、光ですね。で、まあ、図にあるように、こう、境界面があって、まあ、空気。で、こっちガラスですね。で、今回ガラスなんですけど、ここが水だったりもします。問題によっては。空気、水も結構出てきますね。で、光が、空気中からガラスの中へ進むと書いてあります。つまり、向きとしては空気からだから、こういう向きがね、こっちに入ってきて、こう抜けてって、抜けてってるというか、こう進んでる感じ。で、この時、X の角度と Y の角度を何と言いますかと。これまず答えから言っちゃいましょう。まず X。これは、入射角ですね。入射角。で、Y が、屈折角と言います。で、まずこの二つの名前は覚えてください。入射角と屈折角。で、大事なのは、まず入射の射の漢字。これ、ごんべんつけないこと。もちろんね、いや、そんなミスしませんと思う方多いと思うんですけど、受験の緊張感、何が起こるかわかんないです。漢字一つで 4.5 で持ってかれてしまうので、これ気をつけてね。で、こっちです。屈折角。今回この問題で、テンポ押し、本番で気をつけるんだったら、テンパって反射角って間違わないようにしてください。反射角っていうのは反射した時の角度ね。もし角としたらこういう感じで反射して、ここですが反射角になります。今回は進んでるところが屈折をしているので屈折角になると。いいかな。で、この辺復習したい方はここでいいかな。1年生の36番、これが屈折出てきます。もし、反射の方も気になる方は35番。1個前が反射になりますんで、まあ、その辺チェックしてみてください。で、次ですね。生態系において。で、これ、もしかしたらまだやってない方もいるかもしんないです。これ確か3年生の、あ、教科書によって違うと思うけど、3年生の一番最後でやる、方というか、教科書が多いのかな？確か。太陽の光エネルギーを利用して、無機物、から有機物を作り出す植物などの生物を、まあ、何というか、ね、消費者に対して何というかという問題。で、これはもうね、答えを書いておきます。生産者って言います。生産者。これあれだね、ここちょっと書いておこうか。囲っとくね。で、これまず復習する動画の番号を書かせてください。これ3年生のほぼ最後の方。3年生の53です。で、一応今回は四種シリーズ5個目になるので、まあ一区切りで、この後続けるかどうかちょっと怪しいんですけど、まあ5まで続けるって言ったんでね。で、この5個の中で必ず1回は取り上げようって決めてた問題、この問題はね。で、なんでかっていうと、これは3年生の最後の方にちょろっとやります。で、受験でも出てくる頻度としてはそんなに多くないイメージもあります。あるんですけど、こういう風にふって出された時にやってなかったり、結構ね、その復習をおろそかにしがちなとこなの、ここ。だから、そこで、知ってれば取れるんだよ。言葉だから。だから、もしね、あ、これ忘れてるとか、これなんだっけみたいな、なんだろうな。復習するきっかけになってほしいなと思って、今回これ取り上げました。ちょっと言葉だけで申し訳ないんですけど、まあ、詳しくやりたい方は、この動画見てみてください。じゃあ、どうしようかな。まあ、これ、順番だから、いっか、赤をね、いこっか、そのまま。で、3番が、まあ、岩石、選択肢が、礫岩、砂岩、泥岩、石灰岩、凝灰岩、5個あるんですけど、こいつらに薄い塩酸かけた時に、二酸化炭素が発生したものが一つだけありましたと。
で、その岩石として最も適当なものを次のあ、おの中から一つ選び、記号を書きなさいと。で、これはですね、これ違う勉強にちょっとなるんですけど、あるものに、まあ、薄い塩酸混ぜたり、まあ、かけたり混ぜたりしたら二酸化炭素発生するよっていう時によく出てくるもの、ここ。これあれだよ、岩石とか、そこの単元ではないんですけど、やっぱり一番よく見るのは石灰石なのね。よく出てくるのはね。で、もう、石灰っていう言葉がついてたら、薄い塩酸混ぜたら二酸化炭素だよって思ってもらって大丈夫です。基本的に。中学校の勉強だったらね。だから、今回選択肢に石灰岩があるでしょ。なので、今回答え、その石灰岩になります。え、ちょ、過去の回どうか。石灰岩ね。で、おに、凝灰岩っていうのがあるんですよ。で、これ、凝灰岩でたまに引っかかる方が出てくるんですけど、凝灰岩っていうのは、火山灰。あれね、噴火した時の灰ね、火山灰。ボーンってなった時にこう降ってくるやつ。あれが固まったものです、基本的に。を凝灰岩っていうので、まあ、薄い塩酸かけても二酸化炭素は発生しないと。そこの違いが出てきます。で、これも一応動画でね、詳しくやってますので、まあ、詳しく復習したい方なんかは、1年生の57。ここをね、ぜひ見てみてください。よし。で、ラストですね。ちょっと今回この4番で幅取ったんでね、5問目入れられなかったんですけど、まあ、実験やってるのが、あれですね、ざっくりちょっと書こうか。右側どこまでいける？この辺までいける？まあ、こうさ、コイルが巻いてあるわけですよ。ぐわーってね。で、そこに、こういう棒磁石を入れたり出したりして、電流を発生させるっていう。これ絶対やってるはずなんです。学校で。この実験ね。で、今回、問題の中には出てきてないんですけど、こういう風に、まあ、こうよくこれだね。コイル、巻いてあるコイルに棒磁石を入れたり出したり、こう動かすことで、電流が発生する。それを何と言いますかって言われたら、電磁誘導って言います。この言葉も絶対覚えてください。電磁誘導。で、その時に流れた電流のことを誘導電流って言います。これも覚える。言葉でよく出てくるからね、テストで。まあ、今回この問題には関係ないんですけど、一応。で、こういう問題の解き方、自分がよくやる方法を紹介します。今回ですね、問題文長いんですが、必ずこの実験というか、この問題の時には、問題文に、N か S、どちらかを近づけるか遠ざけるときに、今回だったら右左か、もしくはプラスマイナスっていうね、表現をされるんですけど、どっちかに動いたよっていう情報が1個与えられます。必ず。1個。で、今回問題文確認すると、N 極を下にして、コイルの上部まで近づけたところ、検流計の針が左に触れたと。だからちょっとね、ごちゃごちゃ書いてるけど、言ってることは、N を近づけたら左だったんです。動いたのが。いい？ N を近づけたら左っていう、この情報をくれてるの。で、この1個の情報をくれたら、N を遠ざけたとき、S を近づけたとき、S を遠ざけたとき、全部左右がわかります、全部。1個くれれば。で、どうするかっていうと、ポイントは NS と、その近縁ですね。まあ、遠近か。そこが、1個変わったら向きが変わるんです。つまり、こことここ。これ N 同じですよね。でも、近づけると遠ざけるが逆になるんで、この左と右も逆になります。こうやって。で、こことここ比べてもいいんですけども、ちょっとここでいきます。N と S が違いますよね。でも、近づけると近づけるは同じですよね。1個だけ違うんで、この左のからも1個変わるって考える。だから右になる。で、ここで一回立ち上げるよ。ここね。これは N と S が違いますよね。で、近づけると遠ざけるも違うんですよ。だから逆の逆で戻ってくるんで、同じ左になります。こうやって考える。一個情報ゲットしたら4つ全部わかるから。で、なんでこんなことやったかっていうと、じゃあ、図さんみたいに S 極を下にして糸を取り付けた。棒磁石をゆっくり下ろして、コイルの中を通過させるんです。通過。ってことで、こうやってね、まあ、糸で釣ってんですけど、まあ、S をね、下にした状態で、
スーってやります。で、なんだ、選択肢確認すると、右に触れた後元の位置に戻り、再び右に触れた後元の位置に戻り止まるとか、ごちゃごちゃ書いてあるんですけど、右に行った後に右に行くか、右に行った後に左に行くか、左に行った後に左に行くか、左に行った後に右に行くっていう、だから2回動くんですよね。で、それがどっちなのかを確認すればいいっていうことなのね。で、どういうことかっていうと、今回これを吊って上から通すんです。だからまずこうやって、今ここの場面近づいてるときは S が近づいてますよね。この場面では上から S が近づいてるんだから。でも中を通り過ぎた後、こうねしてるじゃないですか。こうやって下に行ってったら、まあ、もうこれでいいか。この時先頭で考えます。先頭で S が遠ざかっていきますよね。こうやって、こうやって通したときは、N が手前にあるんですけど、こうやって通してるんで、先頭って考えてください。S を近づけてて、こっちは S が遠ざかってるんです。だから、最初に S が近づいてる。ってことは、最初は右なんですよ。これね、S を近づけてるから。で、その後に S を遠ざけてるんで、左に動く。で、それを選択肢で確認するといいですね。右に、ここ、触れた後に、元の位置を通り過ぎてから、左に触れた後に、元の位置に戻り止まると。だから、この答えは、いと。こういう風になります。まあ、電磁誘導に関しては、この解き方をすると基本的に解けると思います。相当、ひねってこなければ大丈夫だと思いますので、まあ、こんな感じで、ぜひね、やってみてください。で、ちなみに、これの復習は、2年生の50番。かなり古い動画なんでね。申し訳ないんですけど、もしよかったら使ってみてください。では、今回は高校受験対策のシュシュシリーズの第5弾をお送りしました。今回もね、最後まで、見てくれて本当にありがとうございました。で、途中でも話しましたが、一応このシリーズは第5弾までは撮ろうと決めてやってきて、これで一応終了です。で、この後続けるかどうかはまだわからないんですが、あと、問題をちょっと集めるのがね、なかなか大変なんで、集まり次第、もしかしたら6弾も撮るかもしれないんで、もし撮るようでしたら、そちらの方もぜひ見てみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。